はい、こんにちは、グリードです。今、私はアメリカ、ワシントン DC の方に来ております。新作のね、コールオブデューティーの先行プレイイベントでこちらの方に来ていて、日本からは、ウィンレット、ラーク、コテツナさん、で、モバイルの IQ さん、このメンバーで今来てるんですけど、このイベントに参加するのも今年で3年目になりますね。で、今まではアメリカのロサンゼルスの方で毎年開催されてたんだけど、なんか今年はワシントン DC で本当正反対の位置まで、だからちょっと飛行機13時間ぐらいかかって、で、そう、羽田空港から本当は撮りたかったんだけど、いろいろちょっとドタバタしちゃってカメラ回せなくて、今回このアメリカのホテルからお送りしております。で、このホテルね、めちゃくちゃ豪華です。ワシントン DC の5つ星ホテル。イベント参加者が200人以上世界から来るんですけど、もう、だからこのホテルね、ほぼほぼ貸し切り状態ですよ。ルームカードもね、コールオブデューティー仕様になってて、本当に貸し切り状態。まあ、今までね、こんなことなかったんで、ちょっと気合の入り方がもしかしたら違うのかもしれません。今日のスケジュールとしては、1日オフ。何もやることがないんですよ、今日。なので、今日はみんなで観光しようと思います。で、明日リハーサル、その次が本番ですね。日本時間の29日の夜中の1時から、YouTube の方で先行プレイをしますと。まあ、ちょっとこの動画がいつ上がるのかわからないんだけどね。これから朝ごはん行くんですけど、その前にちょっとね、ラークと、下にね、ジムがあったので、ちょっとジムの方に行ってから朝ごはん行きたいと思います。余裕できますよ。おー、余裕っすね。余裕、余裕、余裕。まあ、あんまり無理せんといてね、あの筋肉痛やばいとかだったら大変やから。初日じゃないけど、すごい、おお、すごいね。めっちゃ上がるやん。おお、背筋がこれ背中に効いてますよ、これ。できてる、できてる。軽すぎる。え、やったことある？あ、やったことあるんだ。あ、だからか。あ、できてる、できてる。聞いてる。もっと早く動かしてもいいよ。グッ、グッ。そう。お、いい。あ、できてる、できてる。できてるよ。結構そんぐらいスピーディーにやんねや。あ、いいね。やってるね。これ胸と腕。ああ、えらい。こらえらいで。絶対できん。絶対できん。ブレイクファーストね。ブレイクファースト。ブレイクファースト。いいですね。そうだよね。ああ、やっぱここだね、ご飯。So, onion and then tomato. So, why is this? A spinach. A spinach. 何入れ？ベーコンとチーズだけ？ベーコンとチーズ。僕は謎の、初めてだ、あのオープンスタイルで自分の好きな具材入れてくださいみたいな。デニッシュとフルーツとヨーグルト、あとオレンジジュース、ね、こっちのオレンジジュース美味しいからね。冷たい、それも冷たい。こっちは冷たくない。冷たくない。これもキンキンに冷えてる。え、これケチャップなかった？なかったな。ケチャップなし、うん、ケチャップなし。でも結構味あるかも。クソでかい。結構待って、これ いくら分なんだろう。卵何個入れてる？3、4個ぐらいある。4個。いい、素材の味を感じる。オレンジジュース美味しい。オレンジジュース美味しいでしょ。めっちゃ美味しい。おはようございます。おはようございます。おはようございます。映ってない、映ってトラッキング、トラッキングされちゃった。ありがとうございます。じゃあこれからスミソニアン博物館に。はい、スミソニアンね。スミソニアン博物館。スミソがいっぱいあるということで、はい、どんなスミソ。ど
米酢の観光に行きたいと思います。いろんな酢味噌、これ僕ら乗れます全員？後ろもあるんじゃない？多分後ろも、後ろか。僕ちょっと酔いやすいから前がいいですね。じゃあ僕行ってもらって、自分家じゃない 車内苦手なんですよね、匂いが。苦手だよ。ちょっとなんか香りが、香りもね、俺超苦手。あ、わかりますね。これだってミュンヘン行った時、前日ビール2リットル飲んで吐かなかったのに、翌朝のタクシーの顔の匂いで吐いたもん。そういえばさっきラックくしゃみした時、ブレスユーって言われてたけど。何ブレスユー？ブレスユーってなんかくしゃみした時に、毎回こうお大事にみたいな感じでブレスブレス言って言うのがなんかこっちだと、ま、マナーみたいなのが。え、お前くしゃみすんなよってこと？いや違う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 、ブレス言って言われたらセンキューって返さないとちょっと失礼になっちゃうみたいな。あ、そうなんや。俺も言おう、ブレスユー。ブレスユー、ちなみにフランス語ではアツスウェイ。ブレスユーって何？お前生きて。アツスウェイ、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 アブスウェイでも OK。 あ、ブだとあなただからちょっと丁寧な言い方になって、アブスウェイ。それが同じ意味？同じ意味、お大事にみたいな。フランスもあるんですね。ブレスケアって、それまた別。完全に日本でのあのあれだね、嫌味だね、皮肉だね。日本で臭かった。ブレスケア、ブレスケア、ブレスケア。日本でも皮肉になっちゃうね。サンキューじゃねえ。そう、サンキューじゃねえ。謝る。気づかせてくれてありがとう。なんか教えたらいいやん、この遠征中アメリカ人に。日本では口臭かったらこう言うんだよ。ブレスケア。今日は食べたいのないの？今日？昨日はさ、全部食べたいよ。昨日はステーキ。そうね、ステーキとポテト、もうとりあえず一旦食べたもんね。今日はね、バーガーキング。チェーン店？チェーン店はね、味かん、ま、変わんないと思うけど。チェーン店じゃなくて、あ、でも、マックドナルドもやっぱ一回行きたいかな。マックドナルド、だるいな、今のイントネーション。コーラのエッルも飲んでるから。え、これ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 、ホワイトハウス違うか？これじゃないです。結構これじゃない。こんな近く行けないじゃん。こんな近く寄れないでしょ。違うか？あれか、あれか。あの、やるか。え、ホワイトハウス？ホワイトハウス？あ、あ、見えた。ホワイトハウス。遠い。え？ホワイトハウス？ホワイトハウス。ホワイトハウス。でかい。思った以上にでかいな。白いね。それは知ってたけど、全部政治系の建物っぽいよね。雰囲気が東京都駅周りという新しい屋台キティ何してんだ？ピカチュウとキティがアイスクリーム売ってる。キティちゃん仕事選ばないで有名ですけど。そうね、まさかこんなところまでって。これがスミソニアン博物館。そう、スゴーファッキンスミソニアン博物館。ここがね、いろんなスミソ、スミソを展示してる。そう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 。おはようございます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 。チケット先にお土産屋に来ました。その T シャツ着た。お土産、あ、スターウォーズと、スターウォーズ、スターウォーズ、スミ宇宙博物館だからスターウォーズってこと？え、スヌーピーじゃん。かわいいじゃん。あり、全然あり。これ彼女好きだから買おうかな。全然あり。アメリカンスヌーピー $24 $24ってことは、わからん、買わんねんけど。アイングッズしたいん。え、アイン、待て、え、アインのさ、指、アインシャイン、アインの指あるよ。おしゃれ。え、こっちだとアインシャインってこんなグッズ化されてんの？こんなグッズ化されちゃってんの？アインのおしゃれグッズとしてやっぱ。レゴ化されちゃってんの？アインシャイン。嬉しくない？自分がさ、なんか偉大なことしたとしてさ、将来こんな感じの方が良くない？でも全然売れてなさそう。それは言わんとって。全然売れてなさそう。これぐらいカジュアルにやっぱ。NASA グッズだ、NASA グッズ。NASA T。NASA はいいっすね。NASA 好き？ NASA はなんかおしゃれじゃないですか。NASA おしゃれから、おしゃれにはならんな。なんでここにいるの？ほら、レーションでしょ、これ。レーション、宇宙食。はい、YouTube の企画で。彼女のお土産で1万5000円分買いました。宇宙服だ、宇宙服。本物の？え、でかっ。めっちゃでかいやん。熱そう。スルー。いや、
立ち止まらないんだなと思って。立ち止まらないよ、立ち止まらん、この程度で。俺は飛行機で頭いっぱいだもん、どっちだって。だってさ、あと半分しかない、お土産半分。え、ま、なミュージアムストア、ま、え、待って、待って、お土産屋まだあったよ、1個しかない。やばい、しかもなんかこっちの方がおしゃれ、おしゃれ、ちょっとおしゃぱれるっぽい。ちょっと待って、もう1万5000円使っちゃったんだけど、こっち。まあまあ、やっとアメリカンバイエア、やっと展示物、これは飛行機の歴史が見れるよっていう。飛行機興味ある人いる？はい。ああ、小手綱さん、 我らが千ゼロもいるんじゃない、千ゼロのどっかに。あ、え、これどなた、どなた、え、これ、あ、どなた、ワシントン DC のどなた。あ、これライト、これライト兄弟。え、ライト兄弟、いや全然ライトじゃなさそうだけど、だってまあなんかその測量というか測ったりしてんだろうね。ちょっと俺もちょっと写真撮ってよ、いっぱいこっちで。ですよ、まあこんなね、飛行機が、実物級がこんな近くで見れるのはまあなかなかないよね。ハズビカマスタン、昔の機内食、うち今日うちの行きの飛行機より豪華やん、間違いない。いや、えぐいってこと、今日の俺らの朝食より豪華やん。肉がさ、まあビジネスクラスってことね。そういうことか。てか、だってそうでしょ、まあ当時飛行機乗れる人なんて、まあ相当お金持ち。そもそも、そう、でも2階ベッド、2段ベッドや。怖いなぁ、どんな感じなんだ、無理が怖いの。怖いなぁ、どんな感じなんだろう。昔の飛行機怖がってる、これ落ちる、いるそれ。もうちょっといっぱい飛行機とかあるで、通称取るやつ。飛行機と通称取っても意味ないよ、やっぱりね。ちょっとタイプだった、全てをね、タイプやね、これかなり。これさすがにおもちゃやんな、本物じゃないんだ、模型やんな。模型じゃない、火星探査機。すげえ。はい、博物館探索が終わってピザだけど、めっちゃ混んでる、めちゃめちゃ混んでるピザ屋、めっちゃいい匂いする。わあ、うまそう。でっけえピザ、うん、どう、お味は。あ、最高だねこれ。やっぱジャンクフードはレベル違うでしょ、やっぱり。うまっ、日本じゃなかなか食えないよね。ほら、こんなとこ住んでたら太んで。もう太ってるよ。太り始めてるよ。言わない約束。来たよ、スパイダーマンタワー。来たね。スパイダーマンが。こんなに近づいたんだよ。スパイダーマンの何作目か分かんないけど、スパイダーマンが、友達を助けるシーンで登場したタワー。熱すぎて帰還します。ホワイトハウスから逃げてきた組です。ホワイトね、レッドたちはホワイトハウス行くらしいけども、ちょっと熱すぎて我々は帰ります。え、すごい舞台ある。無理です、熱い、もう無理だ。マーベル見てる？見てる見てる。キャプテンアメリカ見てる？全部見てる。あの向こうの湖がほらあれやん、キャプテンアメリカのウィンターソルジャーで、うんうん、キャップが最初ランニングしてたところ。あ、そうなん。プレイヤーラウンジ、招待客限定のエリア。え、待って、俺証明するものないけどいけるかな。あ、もうこれバンドがある、バンドがあればいけるじゃん。お、飲み物ある。うわ、飲み物、これ待って、最高すぎる。コーヒー、コットウォーター、これコーヒーとか。ノーコーヒー。はい、うわー、卓球やってる。お菓子、モンスター、モンスター、最高した、モンスターもらいました。コーラ、コーラ、あ、氷、氷ある、もしかして。これ氷ないですか。あ、氷あるじゃん。ゼロモンスター、いただきます。
れがバッてでかいね。わあ、なんか雰囲気いいよな。行きましょうか。ベイズフィッシュと、僕はステーキかな。やっぱりステーキにしようかな。え、プリーツ？ステーキ。No. エンチャラウダス。エンチャラウダって何？アボカドサラダとストリートコーン。あ、ストリートコーンって何？ストリート。安い。あー、トウモロコシあんまり好きじゃないんだよな。いや、こういうテンプチューレイヤーがないチームしかないと、ステーキエンチャラだと氷パンパンやな。こんな氷入れる。これアメリカン傘増し。傘増し。引き続きよろしくお願いします。お願いします。乾杯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 。酸っぱい。これ絞った方が美味しいかな。あ、でも絞んなくても絞られてる。絞られてる。めっちゃ思ったらどこにあるか分からない。ライムとベリーの味。美味しいですか、グリちゃん。ちょっと想像してるのと違ったんですけど。なんかさ、まあ、さっぱりして美味しいです。ちょっと炭酸効いてるよね。炭酸入ってんの？いや、入ってる。ちょっと奥の方ちょっと飲んでみて。これがどうやらトゥデイズリッキーという。トゥデイズリッキー。ああ、まあ多少炭酸。ちょっとめっちゃ微炭酸。超微炭酸。お、たけしの何やそれ。これはうまそう。ステーキやばいっすよ。うまそうやね。これめっちゃうまそうやね。えぐい。ステーキとアボカド。これ何やろう。これはうまそう。おすすめって言われるだけあるかもしれない。わ、確かにめちゃくちゃ美味しそう。真ん中のやつはサラダ？キャベツっぽいね、なんかね。トマトとフィッシュ。ではいただきます。シラスじゃなくて。すごい、めっちゃ肉肉だね。肉肉し。サラダもね。芋がなくて助かった。マジで。ステーキすごいね。すんごい赤身で、なんかめっちゃカリカリ。レモンかけちゃったけど。ステーキカリカリだ。あ、先ほど社長ね。アメリカの肉って感じ。でいいっすねこれ。ここに一番ヘルシーかもしれない。これも美味しい。このこれ何これ。どんな味だったこれ。なんかチーズ。ちょっとこれチーズ一旦これと、なんかとにかくうまっ。めっちゃチーズ。めっちゃチーズやん。めっちゃチーズ。はい、目の前でスライスで焼く。なんかステーキがカリカリだよね。すごい。ああ、美味しかったです。美味しかったね。いや、もう美味しかったっす。ほんまに美味しかった。今朝、夜の7時25分こっち、あっちは朝じゃない。いや、今、now あ、今ここ。ここえ、夜の7時25分です。マジ明るほんまや。まだまだ西日が行く。まだ寝ちゃダメだから、帰ったらお COD ですよ。俺寝るよ。 COD ですよ。いや、俺はオイラ寝るよ。COD タイムですよ。もう寝る時間よ、7時は。良い子はゲーマーラウンジで COD タイムですよ。じゃあ COD タイムして 1v1 やって。あ、じゃあ僕に 1v1 勝ったら寝ていいよ。 1v1 やって、勝ったら負けは寝れない。あ、負けは、うん、ちょっとグリッチャンしばくか。じゃあやろうやろう。ホテルに戻ってまいりました。このホテルのなんか地下1階とかにそのゲームができる COD ができるエリアがあるらしいんだけど、ちょっとさすがにね、今日は、2万歩ぐらい歩いてめちゃくちゃ疲れたので、ちょっと今日はこのまま寝ます。で、明日の、お昼の1時からリハーサルがあって、で、その次の日が本番っていう感じですね。本番でちょっとね、クタクタなので、この辺で終わりたいと思います。次の動画がね、まあおそらく、多分日本帰国後になる可能性が高いと思うんですよ。まあ編集する暇もないし、ちょっとね、情報解禁のタイミングとかもあって、多分日本帰国してしばらくしてから第2弾みたいな感じになるかなと思うので、ちょっと
一旦期間空くかもしれません。それでは、お疲れ様でした。おやすみなさい。